まずはここまでたどり着けました。あなたのおかげです。この壁の向こうが未明領域、遥かな過去に虚空より飛来しムーンセルに食い込んだ幽星の内部です。気持ちの整理はよろしいですか？セラフを守るため、あなたはこの中にいる外敵を排除しなければならない。それが聖杯戦争に勝利しムーンセルからレガリアを授かったあなたの義務。よろしいですね？なんというあっけなさ。素晴らしい、実に素晴らしい、素晴らしいぞセファール。予想通りとはいえここまで簡単に済むとはな。そしてお疲れ様、ごきげんよう愚かな神王よ。ムーンセルも判断を誤ったな。待て、正気か。そんな手を本気でやるというのか、あの娘は。私のまま受け止めてくれてありがとう。さようなら、私のマスター。夜が続いてもあなたに道が続きますように。目覚めたな、我がマスターよ。うなされていたようだが、夢見が悪かったのか？であるのなら、最高の目覚めがそなたを迎えよう。うむ、言うまでもないが、
世の笑顔だ。これ以上の褒美が世のどこにあろうという話だな。神明はおいそれと口にするものでなし、そもそも世の私の名を唇に乗せるときには最高の舞台の中であってほしいというのに、と浮かれている場合ではなかったな。うん、奏者よ、長い眠りから覚めたのだ。ここがどこか説明がいるのではないか。神妙な顔をしているな、奏者。よし、ならば世を見るがよい。寝ぼけていても奏者にはわかるはずだ。そなたと世のための玉座を守りし、誰あろうようこそ。見目麗しき英霊は数あれど、きら星の剣、繁栄の花はただ一輪。あらゆる才を白指に乗せ咲き誇るはバラの皇帝。その剣撃はミューズの調べのごとく、不意後の日は瞬きなれど、しるべとなって主の道を切り開こう。聞き惚れよ、しかして頼り惚れ直すがよい。世は至高にして至上の名器、剣の英霊そなたのサーヴァントだ。その証に月の聖杯はこれを授けた。これこそはレガリア、世とそなたが得たセラフの新たな王剣だぞ。やはり開幕はこうでなくてはな。この月の玉座にて世とそなたは新たにして偉大なる一歩を踏み出すのだぞ。しかしだ、なぜわざわざ神明など口にしてしまったのだ。確認するなら世の姿と名ではなく自らの姿を顧みるべきであろう。そなた半月もの長旅から帰ってきた途端、倒れるように眠りについたのだ。この丸一日、世はすっかり待ちくたびれてしまったぞ。一体ムーンセル中枢で何が起きたのだ。こんなことならやはり無理を言ってでも世がついていっていれば。ムーンセル中枢で何が起きたのか、それを知る人物は多くはない。いえ、セラフにあって私だけがそれを記憶しています。サーヴァント・セイバー、あなたは確かにセラフの神王であらせられる。ですが現在セラフには致命的な異常事態が発生しました。故にあなたも記憶を失った。我が陣に先触れもなく、貴様何者か。見ての通り、キャスターのサーヴァントというのはよくありませんね。
まずはこちらの誠意を見せなくては。ですので我が神明で答えましょう。私はアルキメデス、セラフに選ばれたシステム更新の従事者です。システム更新？ようやくお会いすることができました神王陛下。そして再会を喜びましょう。待て、アルキメデスとやら。貴様、アルキメデス？あのアルキメデスなのか？貴様。はい、おそらくそのアルキメデスでしょう。いや、私をご存知でしたか。それはそれは、いやいや、それはそれは。聞き捨てならなかったぞ。奏者と顔見知りであるような口ぶりだが。顔見知りですとも、私は共にムーンセル中枢でいくらかの時間を過ごしたものです。そうか。ですので早急に一刻も早くレガリアの統合を行わなくてはなりません。陛下、正当なセラフの王よ。この火球の事態を伝えんがため、このアルキメデス、失礼を承知でこの深紅の玉座の前に参じました。古代ギリシャに名高い大天才アルキメデス、学士殿、ここに世は感謝の意を示すとしよう。その働き、実にあっぱれである。レガリアの片割れを奪われた件はともかく、奏者を逃がしてくれたことは大いに嬉しく。何か私の行いにミスがあったかな。再構成が半月で終わったゆえか、記憶の残滓が剥離しきらなかったのか。いや、それではまだ理屈に合わない。仮に記憶が確かであったとしても、貴様がそこまで知るはずがない。銀河全域へのジャミングの存在をなぜ貴様が。うむ、奏者よ。地上の奥はよくわからぬが察したぞ。その表情、その言葉、その振る舞い、まさしく語るに落ちたな、学士。いや、
ルキメデス、余は貴様に礼を述べるべきではなかった。良いのだなマスター、これなる学士、余とそなたの敵であると。私以外にかなうはずがない。お前はただの魔術師に過ぎない。ならばなんだ、なんだというのだ。記録、記録だと、ムンセルのそれではあるまい。私が捨て去ってきた世界の記録が貴様を目覚めさせたとでも言うのか。そんなものあり得るはずが。あれか、肉体に残った意識の残りカス、アルテラを故障させたあの小娘、確かに奴の最後は確認しなかった。なんという皮肉か、理性と最も程遠い肉体が精神や魂の貴様には考えもつかなかったスライドに至るとは。いや、考えなしの肉体だからこそ実行したのだろうよ。分別のある貴様や貴様なら、そんな自滅手段は取れないのだからな。面を食らったか。経緯が分かればどうということもない。多少の数式の修正といった程度に過ぎ、貴様たちはここで私が直ちに滅ぼそう。何、レガリア統合はキャスターに任せるさ。正しき結果はいずれ正しく導かれる。それだけは変わることがない。どうかな、アルキメデス。その様子では随分と計算が狂ったようではないか。世にはよくわからぬが、奏者の迷いなき覚悟と決意、しかと受け止めた。全てを通じ合った互いであればこそ、今この時言葉なぞ無用。ただ倒すべきものだけが眼前にあると奏者は言う。ならば世は無敵である。奏者の決意あればこそ、世は至高の名器として奏でよう。一介のサーヴァント風情が。サーヴァントがサーヴァントを笑うなどと語るに落ちすぎたな、アルキメデス。行くぞマスター、我らの初陣だ。颯爽と舞うとしよう。
何一つ知らぬまま、ただ私の手の上で踊っていればよいもの。魔力が増大しているな。よくわからんが注意するのだな。やっ、雑ですね、実に雑。やっ、転落の飾りとなれ。花と散れ、外観。やっ、最後の道であることをな。
こんなところで消えるものか。